はい、皆さんこんにちは、サンゼです。今回はこちらの映像を使ってモーショントラッキングとスタビライズを勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では早速やっていきたいと思います。こちらの素材はアートグリッドでダウンロードしたものなんですが、プレビュー用のデータはダウンロードできると思うんで、概要欄からダウンロードしてみてください。では最初にモーショントラッキングをやっていきたいと思うんですが、素材を入れたコンポジションですねをまず用意していただいて、このトラッカーっていうパネルがある、アフターエフェクツにはあるんですけど、これ出てない方はウィンドウからトラッカーっていうのを押してもらえると出てきます。ウィンドウからトラッカーですね。このパネルはまあ任意の自分の好きなところに置けるので、まあ、邪魔にならないところに置いておいてください。でトラッキングを早速取っていきたいと思うんですが、トラッキングを取りたいクリップを選択した状態でこちらのトラックというボタンを押します。でトラッキングっていうのはその映像の中から、まあ、追いかける機能なんですよね。映像を追いかけてそこにまあ塗るとか、まあ位置情報を持ったものを作れるってことで、まあ、テロップとかを空中に浮かせたりとか、まあ、このものに付随して何かがついて回るときにトラッキングって作業は必ずするものになります。で、まあ、トラッキングを取るコツとしては、まあ、頭から最後までもう映っているもので撮った方がいいんですよね。このでかつ、まあ、コントラストがはっきりしているもの、例えばこのカメラのトラッキングを撮っていきたいんですけど、撮るときに、まあ、トラックポイントっていうので解析したい箇所を選択するんですけど、この例えばモフモフのところだとこうなんていうんですかね、明暗があまり分かれてなくて、まあ、微妙なグラデーションというかになってるんで、ここはあんまりこうトラッキング適してないんですね。例えばこう赤とこの境目で撮るとか、例えばここの黒と白、まあ、この白黒がはっきりしてるところで撮る方がトラッキングの精度は高くなります。まあズレが少ないって感じですね。でトラックポイントっていうのはこうちょっと拡大していきますが、この小さい枠と大きい枠で2つでできてるものなんですけど、これどういうことかっていうと、このこれそれぞれ大きさ調整できるんですけど、こう右上とか左上とかを掴んでこうドラッグで大きさ調整できるんですけど、この外側の枠ですね、外側の枠の中から常にこの内側で囲った画像を探すよっていう意味になるんですね。まあ多分オズポケとかオズモポケットとか、まあそういうなんか最近のね iPhone とか触ってる方だったらなんとなくこう察するとは思うんですけど、要は囲んだところからこの囲んだ内側の範囲を探してくれるよっていう機能になります。では早速トラッキングを取っていきたいと思います。この粒をこの中から探していきたいので、このぐらいの大きさでいきますね。でやり方はこの右方向、まあ、時間軸に沿ってトラッキングを取りたい場合はこの分析の項目の中にある右側のこちらですね。逆方向で後半で取って後ろにこう頭に戻っていく場合はこちらの逆方向の分析を使います。まあ、今回はこちらの再生方向に分析で取っていきます。はい、でトラッキング開始しました。こうするとこう徐々にこうゆっくりですけどこう画像を解析して共通しているところをどんどん撮ってくれます。こういう感じですね。しばらく待ちます。はい、トラッキングが撮れました。このなんか粒がトラックポイントなんですけど、こういった感じで位置の軌跡が取られているのが分かると思います。まあ、パッと見た感じこうずれているところはなさそうですね。でこのトラックデータをヌルにコピーしていきたいと思います。新規ヌルを出してヌルオブジェクトから、まあ、トラックとしておきましょう。トラックとしておいてですね、このトラックのモードのままこの位置情報、取った情報今どこにもコピペされてない状態なのでコピペしないといけないですね。なのでこのターゲットを設定からどれにコピペしますかって出るんで、今そのコピペ用のトラックっていうヌルを作ったんでトラックを選択して、この状態ではまだなんですけど、ここで適用を押します。で軸に適用するのは何を、まあ X と Y 両方ともコピーしたいんで OK を押します。はい、そうすると今こちらで先ほど
取ったトラッキングがこのヌルニキーフレームでコピペされたのがわかると思います。あとはここに例えば、まあすごいシンプルなんですがカメラとして置いて、ニューカメラって感じですかね。このテロップ文字データをこのトラックに紐付けます。はい、見てみるとこういった感じでこのテキストがこちらのカメラの位置情報を参照してこの映像にこう貼り付いているような効果が作ることができます。はい、いかがでしょうか。ニューカメラ、まあ、これ自体にどんどんアニメーションを追加していってもいいと思いますし、まあ、こういう感じで使うことができます。はい、今ので位置のトラッキングの仕方はこちらで分かったかと思います。ではちょっと今度同じクリップを使って今度メガネのトラッキングを取っていきたいんですけど、ニューメガネグラスみたいな感じでしていきましょうか。で今回先ほどはトラッキングを取る際に位置情報だけだったんですね。で今回は回転も取ってみたいと思います。その傾き加減ですね。で同じようにトラックを取っていきます。で先ほどとは別のトラッキングを取っていきたいので、こちらの回転にチェックを入れましょう。回転を取る場合は1個のポイントではなくて2点ポイントが必要になります。2つのポイントでトラッキングを取ることによって回転とかそのスケール大きさの変化を解析することができます。ちょっとうまくいくかわからないんですが、こう明暗のはっきり分かれたこのメガネの端っこで撮ってみましょうか。明るいところと暗いところがはっきりしてる方がいいので、これでトラッキングを撮ってみましょう。位置と回転のところにチェックがついているのを確認してください。ではトラッキング撮ってみたいと思います。外れちゃってますね。ちょっとトラックポイントがあまり大きすぎると影響してしまいそうなので、少し小さめにして撮っていきます。うまくいくか。大丈夫かな。あー後半ずれた。大丈夫ですね、これで。はい、ちょっとずれたところはあったんですけど、これで概ねトラッキングが取れたと思います。では先ほどと同じようにトラック、メガネのトラックをコピペしましょう。グラスと、今みたいな感じでトラッキングのポイントがずれたりしたら、こう手動でずれてしまったところで一回戻って一つずつ取り直すと、その次から継続した場合でも綺麗に取れたりもするので、ガクッと外れたところに戻ってトラッキングの修正をすることもできます。はい、では先ほどと同じようにトラックグラス、こちらの空のヌルを選択して OK で適用ボタンを押します。 XY および Y と。はい、こうすると先ほどのヌルと違ってこの傾きがついたヌルができたのがわかるかと思います。この女性のメガネのこことここでポイントを取ったので、まあ、ここに対して水平なものが取れてると思うんですね。
こういった形で傾き、まあ、数値を見てみると R ローテーションを押すとここにトラックの回転の数値が入っているのが分かるかと思います、まあ、これをすると例えばニュークラスニューグラッシーズとしておいてちょっと回転入れておきますね。こういう感じにしてこちらのヌルに紐付けます。こうしとこうかな。そうすると、まあ、ここの再生してみますね。このメガネの傾きに対して傾きをしっかり取ったトラッキングが取れます。まあ、ちょっとこの動きはちょっと違和感若干あるかもしれないんですけど、まあ、こういった感じでトラッキングを取ることができます。ニューカメラ、ニューグラス。はい、すごく多分練習にちょうどいいクリップだと思うのでぜひ試してみてください。このカメラのポイントと女性のこのメガネのポイント、多分メガネのポイントは後半少しずれてくると思うので手動でちょっと調整してみてやってみるといいと思います。結構どのポイントが取りやすいかっていうのは結構練習していくと徐々にこうコツがつかめてくるのでぜひ試してみてください。で最後にこちらのクリップを使ってスタビライズも合わせて作っていきたいと思います。スタビライズを作っていきたいのでちょっと何もない新しいコンポジションを用意しました。やり方はほとんど先ほどのスタビライズとあのトラッキングのやり方ほとんど似てるんですけど、このスタビライズ要はクリップの動きを止めたい場合、止めたいクリップを選択してこのスタビライズというボタンを押します。であとは、まあ、トラッキングと同じようなトラックポイントが出てくるんですけど、まあ、こちらが中心点になります。例えばこの女性の顔で止めたい場合、顔とかをトラッキング取りたいときはこう鼻の穴とかで取るとトラッキング取りやすいです。ちょっと取ってみましょう。こう目尻とかで取る場合もあるんですけど、目尻ってこう瞬きとかするとトラッキング外れちゃったりするんですよね。あとちょっと黒目とかで撮ろうとするとこううまくいかなかったりするんで、なんて言うんでしょうね、鼻こう目尻ってこう表情に紐づいて動いちゃうじゃないですか。笑ったりすると目つむっちゃったりするとトラッキング外れちゃうし、でそういう意味で言うと鼻の穴とかって特にこうなんて言うんでしょうね、表情に影響なく常に2ポイントあるんで、こう要は回転が取りやすい、回転のデータとかも取りやすいし、しかもこう明暗がはっきり分かれてるんで比較的こう顔のトラッキングを取るときはこう鼻のポイントとかで取るといいと思います。まあ、あと最近 Adobe の新しい機能でこうフェイストラッキングっていう機能もあったりとかはするんですけど、まあ、今回はちょっとそのオーソドックスなというかシンプルなやり方でやっていきたいと思ったので、こちらのちょっと手動度というか今回はこういったやり方で進めていきます。はい、ではスタビライズ用のトラックポイントが取れたので適用していきたいと思います。ターゲットを選択からスタビライズをかけたいクリップを選択して OK をします。まあ要はこの画像をそのままトラッキングを取って止めたいよということでやっていきたいので、あ、ここから適用を押します。スタビライズでクリップが選択されているのを確認して適用をします。で X および Y にチェックをつけているので OK です。はい、こうすると再生してみると、はい、こちらの女性の鼻の位置が常にこうキープされているのが分かると思います。この画面全体がちょっと見切れてきてしまってるんですが、ちょうどこのマウスのカーソルを置いてみると分かるんですけど、こう常にこの人のこのビデオブロガーの方のこの鼻の穴を中心としてこうモーションが画面のブレが抑えられているのが分かるかと思います。これが基本的なアフターエフェクツでのスタビライズの使い方です。
こういうピンポイントで撮る場合もありますし、まあ他にもですね、まあアフターエフェクツに少し前からもうついてるんですけど、ここにあるワープスタビライズっていう機能もあって、この画面全体でトラッキングを取ってくれるっていう方法、あ失礼、画面全体でスタビライズ、画面の手ブレを抑えてくれるっていう方法もあるので、まあ、それはケースバイケースで使い分けてもらえるといいと思います。ちょっとトラッキングスタビライズうまくできるかなってわからない場合は、もうワープスタビライズをかけちゃうで大丈夫だと思います。基本的に自動でやってくれるんで、こう特に難しいこと考えずにワープスタビライズっていうのでかけてくれれば、もうこれ自動で計算が始まって画像を解析して手ブレを止めてくれるんで、使い分けていけたらと思います。ただあくまで割とオートでやってくれる部分が多いので、うまくいかないときは最初やったみたいな感じで手動でスタビライズをかけていく方が時間的にも節約になるかもしれないです。ちょっとそれケースバイケースでクリップに応じて徐々にこう見極めができていくようになるかと思います。はい、まあ、こういう感じで自動で勝手にこう進んでくれるんで、はい、できましたね。再生してみると、まあ、ブレが、まあ、少し軽減されてるかなと思います。まあ、ただ画面全体でかかってしまうっていうのと、例えば演出的なものでこう位置をぴったり止めたいよっていう場合は、この手動でマニュアルでスタビライズを取っていった方が正しい結果が得られるかもしれないです。で、まあ、こういうふうに見切れてしまってる部分に関しては、まあ、モーションタイルで複製してもいいですし、やってみましょうか。モーションタイルで、モーションタイルでこういう感じでピッピッと、でミラーにして、まあこういう感じで、まあ当然こう見切れてくる部分は反転なので、まあ違和感あったりとか、こういうふうにピクセルが欠けてたりすると線になったりとかするんで、まあすごいおすすめってわけじゃないんですけど、まあこういう感じで多少改善はできます。で、まあ基本的にはこれをやった場合は、多分もうスケールでちょっと画面全体を大きくすることでごまかす方法が割と主流かなというふうには思います。こういう感じで画面を拡大してしまうみたいな、まあ、やっぱりちょっとこう欠けてくるところは出てきちゃうんで、まああんまりミラーエッジはモーションタイルはあまり使いどころを選ぶかもしれないんですが、まあ、こういった感じで使うことができます。以上がスタビライズの使い方でした。ぜひこれって多分練習しないことにはコツはつかめてこないので、このトラックポイント取る場所とか、どこが取りやすいかとか、こうずれちゃった時どう修正していこうかっていうのは、実際手を動かしていかないとできるようになっていかないんで、まあ、ぜひちょっとこのクリップじゃなくてもいいんで、いろいろ自分で撮影したデータだとか、まあ、アートグリッドにあるような素材をちょっと使ってですね、いろいろトライしてみて、あこういうのは難しいなとかっていうのを勉強していくといいと思います。そうすると多分ビデオグラファーの方とかで撮影からされる方とかで、こういう演出、例えばテロップをこう浮かせたいんだよっていう時とかに、あこういう撮り方すると多分トラッキング撮るのすごい難しくなるよとかっていう判断がついてくると思うんで、まあ、ぜひ実際自分の手を動かしてトライしてみて、こう経験値を貯めてもらえるといいかなというふうに思います。はい、ちょっと長くなったんですけど、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、こういった感じでチュートリアル動画、まあ、ちょこちょこ作っておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけると、まあ、今後の活動の励みになりますので、応援していただけるとありがたいです。はい、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。サンゼでした。ではまた。